仮面活かしてるな。昔読んだコミックに出てくるスーパーヒーローに少し似てる気がする。一緒に踊ろう。ああ、フォーマルだったな。僕と踊っていただけませんか。舞踏会へ出発だ。ヴァイパー先輩、交流会に参加した他校生の名前をすぐに全員分覚えたらしい。僕なんて全然なのに。フランム先輩、礼儀正しい生徒会長なんていかにも優等生って感じだ。いつか僕もあんな風になれたら。これバラの王国にもあるキャラメルだ。花の町だと塩バター味なんだな。エースのお土産にするか。僕がナイトレイブンカレッジの顔として交流会に。しゃ、気合い入れていくぞ。花の町は道が複雑だ。迷わないように気をつけないとな。あれ、地図はどこに入れたっけ。小さい頃麦わら帽子が風で飛ばされたことがあって、この帽子もツバが広いから気をつけないと。ノーブルベルカレッジみたいに真面目な学校の人たちにこんなに歓迎されるなんて緊張するな。花の街がこんなに綺麗なところだなんて思わなかった。母さんにもこの街並みを見せてあげたい。お祭りの熱気ってやっぱりいいな。バーゲンセールみたいな人たかりのせいで歩きづらいのは困るけど。他校の生徒と交流するのは初めてなんだ。ミドルスクールの時は学校行事自体あんまり参加してなくてさ。救いの鐘の音に合わせて規則正しい生活をすれば優等生に近づけるかな。仮面をかぶれば誰が誰かわからない。行動しやすい最高の催しっすね。そろそろお上品なダンスに疲れたんじゃない。俺と気楽に踊りましょ。さあ、交流会に急ぐっすよ。セベク君の声でかすぎでしょ。耳がキーンとする。あれじゃ鐘の音といい勝負っす。ノーブルベルカレッジは真面目な生徒が多いっすね。頭の固いお坊ちゃんは扱いやすくて助かるけど。ロロフランムか。将来有望そうではあるけど、リーダーとして慕うにはちょっと旨味が足りないかな。花の町で他校と交流会ねえ。ただ飯にありつけてコネも作れるとか最高じゃないっすか。貧乏人もこの日ばかりは華やかにか。いくら着飾ったって中身は変わらないのにな。ジャック君は代表に選ばれなくてよかったかも。馴れ合いはごめんだって交流しなさそうっすもん。昔は住み込みであのでっかい金をつく仕事があったらしいっすよ。給料いくらだったんだろう。祭りの時は人混みに揉まれて財布を落としやすいっす。見つけたらちゃんと拾ってあげないとね。ルチウス君、トレイン先生が留守の間はわがまま放題するつもりだって。日頃は猫かぶりしてるんすかね。
交流会のことは僕に任せるといい。学園の代表としての正しい振る舞いを見せてあげようじゃないか。ダンスのことなら心配いらないよ。君のパートナーはこの僕なんだからね。歓迎には礼節で答えよう。まだ挨拶しかしていないけれど、ロロ先輩は真面目な人のようだ。彼なら生徒会長というのもうなずける。この衣装は花の町の晴れ着だとか。繊細な刺繍が美しいね。職人のこだわりを感じるよ。社交の場に出るのは久々だ。必要以上に意気込んではいけないね。肩の力を抜くとしよう。どんな装いをしていても僕は僕。ハーツラビルの寮長としての振る舞いを心がけるよ。マレウス先輩の佇まいにノーブルベルカレッジの生徒がひるんでいた。我が校の代表にふさわしい威厳だ。ケイトがいたら常にスマホを構えているだろうね。様々な角度で救いの鐘を撮影する姿が目に浮かぶよ。ノーブルベルカレッジは由緒正しい学校だ。古き良き伝統を重んじる姿勢には共感できる。花の町について調べてきたけれど、体験すると違うところもあった。これが旅行というものなんだね。お祭りというのはあまり馴染みがなくて、よその土地ならなおさらだ。どう楽しめばいいんだろう。舞踏会の幕が上がるよ。仮面をつければ私たちは自由。さあ、心の赴くままに踊ろう。舞踏会の紅葉が冷めやらなくてね。もう少しこの余韻に浸っていたい。ドレスアップ完了だ。学園の垣根を越えた交流会を一生徒会長が発案して実現に至らせるとは素晴らしい行動力だね。アシンメトリーな衣装もいいものだね。重厚なマントと優美なラッフル、とても気に入ったよ。花の町は演劇ファンにはよく知られている。この地を舞台にした作品が根強い人気を誇っているのさ。ノーブルベルカレッジでの交流会、あまたの出会いに心が弾むよ。思いっきり堪能しよう。さすがアズール君、厳粛な場に出る時の堂々とした立ち振る舞い、実に頼もしい。ロアドゥレオンのお土産選びには苦労したよ。彼は鼻がいいから、香り物の類は避けざるを得なくてね。伝統と厳粛さを重んじるノーブルベルカレッジ、我らがポムフィオーレに通じるものを感じるね。花の町の人々は救いの鐘を愛しているのだろう。鐘の話をするとき、彼らは自然と笑顔になる。華やかなお祭りが鐘の音とともに終わりを迎える。日常へ戻る瞬間はどこか物悲しくも美しいね。
仮面で視界が狭まった状態で踊るか。社交の場でも良い鍛錬ができそうだ。交流会の成功を祝して、みんなで踊ろう。まずはお前とだな。さあ、お手をどうぞ。帽子はずれていないか？イデア先輩によると、花の町は陽のオーラがあるとか。目に見えぬものを感じ取るとは、さすがだ。トレイン先生は昔、新婚旅行で花の町に来たそうだ。思い出を楽しそうに話してくれた。噴水の縁に腰掛けていたら、眠気が。小鳥たちが起こしてくれなかったら、今頃はびしょ濡れだったな。他校との交流会、初めての経験だ。ナイトレイヴンカレッジの代表としてふさわしく振る舞わなければ。着飾っているだけに見えるかもしれないが、安心してくれ。有事の際の備えに抜かりはない。ノーブルベルカレッジには俺の知らない国の出身者も在籍しているらしい。ぜひ交流を深められればと思う。体の芯まで響き渡る立派な鐘の音だ。この鐘のように迫力のある目覚まし時計があればいいのだが。祭りの最中、偶然見つけた迷子を送り届けたら、痛く感謝された。当たり前のことをしただけだが、ロロ先輩のおかげで、いい土産物が手に入った。親父殿に渡すのが楽しみだ。きっと喜んでくれるだろう。